お疲れ様です今回の映画紹介はネットフリックスダンプ松本。ね極悪女王って書いてますけどもね。いや、これね、すごかったですね。あの、ダンプ松本って方はね、ロス・ジェネス・でなナ私もよく知ってはいたんですよ。ただ、よく知っていたといっても、プロレスを見たことはないんですよ。当時の女子プロレスね。ただ、あの、毎度お騒がせしますっていうね、CCB の曲に乗って、 コミカルな役者としてよく出てきたなーってのを覚えてるんですよね。で、そのダンプ松本さんね、時には CM でたこ焼きラーメンとかね、そんなんで出てきた覚えがありますけども、いや、改めてね、当時のこのダンプ松本、ブル中の物語見てるとね、本当にすごくいい時代を我々は過ごしてきたんだなーっていう風に思いますよ。で、ダンプ松本ってもう反則技とかね、 狂気を隠し持ってガンガン行ったり、レフェリーに手を出したりとかね。もうほんとめちゃくちゃな、まあ今でいうブレイキングダウンのもっとね、レクツワク版ってやつですよね。まあ当時の放送コードとか、なんか戦後間もないね、まだ、なんですか、戦争から帰ってきた人たちが60代七70代でその辺にね、機関兵がうようよしてた時代に作られたあ物語ですから、まあかなりの激しさはあったのかなと思いますし、実際にね、 アマチュアだかプロだか分かんない人が、その、今でいう地下試合って言って、その辺の公園とかね、神社の境内に、リングメーターのを作ってね、もう無差別級でやってたみたいなのも結構ありましたからね、いわゆる土佐回りってやつなのかもしれませんけども。そんなんがある時代ですから、テレビで放送される過激さも、今でいうとね、もう全然桁外れにすごかったですよ。で、この極悪女王をネットフリックスで一気に見たんですけども、 いや試合のところなんてね、とてもじゃないけども、直視できないような流血と頭にね、ハサミだとか、フォークだとか、ガンガン刺したりとかね、あのパイプ椅子で人の頭殴ったりとか、背中叩きつけて、本当に背骨でも折れるんじゃないかなみたいなところでね、うわ、なんか食欲が止まるような、あそんなね、迫力でした。いや、これね、ダンプ松本さんを演じていた役者さん、すごいですよ、この人も。 すごい表現力。もう一気にね、この私全然知らない役者さんだったんですけども、女優さんね。名前も未だに知らないんですけども、すごいインパクトでしたね。クラッシュギャルズもすごかったですね。当時クラッシュギャルズというと、やっぱりね、毎度お探ししますに出てきた姿しか見てないんですけども、あの、役者さんが演じていたとはいえね、こういう人たちが当時、 このね、エンターテインメントっていう業界を走り抜けていったんだなと思ったら、まあ、凄まじい。それから、神戸利忍さんって名前もね、何度か出てきたんですけども、神戸利忍さんだってね、今もう、あれでしょ ?60 代とかでしょあの、30年ほど前に、その、TBS かなんかのガチンコファイトクラブの系列で、ガチンコ女子プロレスってところでね、あの、塾長として出てきた女子プロレスを育成するコーナーで、 神取忍さんが塾長として出てきたところは見てましたけどもねいやすさまじいねやっぱりねこの極悪同盟の存在感あのもうね後にも先にももう許されない存在だと思いますけどもだからこそ未来英語プロレス界に君臨する伝説となっているんじゃないかなと思いますひょっとしたらですよ歌謡曲とか演歌の世界の美空ひばりさん級にすごい人が女子プロレスっていう風なね 今では完全に下火となってしまってなかなか見ることもできないですけどもあの時代瞬間的に光り輝いた女子プロレスっていうねそういったマーケットに絶対の歴史を残したんじゃないかなと思いますねダンプ松本さんブル中野さんね極悪同盟すごいですよ極悪同盟っていうそのチーム名がよくつけたなと思いますし今ねダンプ松本さんって こんな可愛らしい顔してるんですよ。ねすごいですよね。当時、本当に怖いスケバンだったというところです。あこの人、ダンプ松本役で出てた人、ねえ、ゆりやんさん、よく演じきった、本当に。このゆりやんさんの、この <laughs> 映画にかける、演技にかけるストーリーが、そのまま物語になってもいいぐらいですよ。 だからね、ダンプ松本演じきったところにも、もうダブルで私は感動しましたね。特にラストシーンは、どんな人でも胸を熱くしてね、ああ、続きが見たいな、もしくは当時に戻りたいなっていうふうに必ず思うはずです。えー、ぜひね、極悪女をご覧になってください。きっと女子プロも、それからダンプ松本さんもね、クラッシュギャルズも、当時を生きた、こういった 荒々しい女性たちの魅力に気づけると思います。デーモンくぐれがね、なんかキスのジーモン・シモンズみたいな線、ね、でもね。はい。それでは。